なん、新年ですけどね、じゃこらー。まくりの海だ、絶望的だろ。もう帰ってよくね。バカ野郎、海に札束落ちてるから回収すんだよ。札束って要救助者のことかい。今回の捜索範囲は広大だ、よく探せ。ゲーム的に悪天候の危険位置の範囲内だと思うぞ。捜索パターンは任せる。かしこま。とりあえず、津波警報のあった海域を起点にクローバーリーフかな。海難救助要請だから、一致はスルーでいいと思うぞ。せやね、川と海で三つ葉のクローバーリーフってところかな。お、勝った？双眼鏡で確認。転覆した貨物船を確認。よし、近くに降りよう。高度下げ、アプローチ。海面変動してね。津波か？要救助者たちを中心に津波が発生。何？あの要救助者たち。つまりあいつらが津波発生させたの？助けて大丈夫？艦中水泳しているサイヤ人とかじゃないの？人外だろうと関係ない、札束だから拾えってんだよ。要救助者は3人。全員を病院に搬送しろ。あやい。ビーコンライトを持っているから見つけやすいな。機体の温度センサーを無効化したぞ。行ってこい。行くけどさ、温度感じないだけで心臓止まったりしないよな。あなたが死んでも代わりはいるもの。ブラック企業ってレベルじゃねえぞ。まずは一人目。残る二人はあの岩礁の近くだな。せっかくだし、タスケクターを使おう。タスケクター、リフトアップ。エンジン始動。ジャイロ起動。マグネット解除。発進。岩礁に降りてレスキューかな。おい、足場が傾斜だぞ。マグオールアンカーで固定する。マグオール起動。接続して巻き上げ。固定完了。あとは泳いで二人を回収。へいやれー、ロトテイヤー。へいやれー、ロトテイヤー。うっ、苦し。って、そのネタ覚えてる人いんの？塩野義製薬。あれ、動脈硬化の CM だから心臓マット違くね。駒恵子隊員だよ。まあ、生きてるからさっさと戻るべ。若干してんの。マグネット起動して固定っと。機内に収容っと。タスケクター格納庫は機密されていないから水没。ギミックの都合だからね、しょうがないね。あとは病院に搬送してミッション完了。病院周辺でも津波警報。早くこいつらを監禁しろ。監禁言うなし。まあでも、巻き込まれる前に離脱しよう。ミッション完了。さっさと撤収しろ。あいよ。とりあえず、レスキュー止め完了ってところか。レスキューの大半はこの機体でこと足りるようになったな。V トール飛行艇があれば、海底ミッション以外はなんとかなるな。じゃあ、この機体は封印な。なんで？新作を作る機会が減るから。だいたいこいつ、飛べること自体が気に入らない。見た目的に、飛べる説得力がないだろこれ。このペラでなんで飛べるんだよ。んなこと言われても。とにかく、この機体は没収。別のレスキュー用メカを作れ。振りが強引すぎない？うるせえバカ。あん。おん。ってなことがあって、新しい船を作ってる。導入が雑。おだまり。それで、なんで LCU 作ってるんすか？ノーマル時代に作ったっきりだったからな。そろそろノーマル時代のメカをリメイクしたくなってきたのよ。2、3年前っすもんね。ラットラの積み込み試験。船の規模が思ったより控えめっすね。11×29 のコンテナサイズを基準にしてある。コンテナサイズメカやラットラの搭載が設計の要件。その結果、2年前の浮力不足も再現してしまったがな。昔はマグオールで固定していたが、ロープが使えるようになったから、固定はロープで。ロープ系のパーツ追加は両アプデだったっすね。4箇所の固定、よし。打ち上げられたパブルク。上陸した結果、海に戻れないとかクジラっすかね。いや、こういう仕様だから。揚陸艦はビーチングの前に、沖に怒りを投病しておいて。巻き上げることで沖に引っ張られて更新するのよ。本来はバラスト調整なんかもして、完全に乗り上げなかったりするが。ラットラは普通の車だから今回は完全に乗り上げて作業した。ほえー。怒りを巻き上げてーの。引っ張られて後退して、スクリュープロペラが水没したら自力で離岸。せっかくだしミサイル撃っておっか。何がせっかくなのか。暗視装置としてスタビライザーカメラを装備してあるから。波で揺れても安定してレーザー照準できる。ラットラの MLRS 搭載したら強そう。あとはラットラに搭載したミサイルで。これまた古いメカっすよね。
武器 DLC 前のメカっすよ。ミサイルは自作のレーザー誘導ミサイルに更新してある。プリセットにもレーザー誘導ミサイルが追加されてたっすけど、あれはちょっと命中率が気に入らない。プリセットのは射程次第でかなり命中率変わるから、自作の方が命中率良かったのよね。外れてないっすか？横から侵入したからそう見えるんだよ多分。自作の命中率を持ち上げたから外れたと言えないんすね。枠所から拾ってくる方がいいかもな。まあ、プリセットよりはマシだろ。そんじゃ、怒りを下ろして、マグオール起動。接続。ランプ展開して。折りたたみ式のランプっすか。コンパクトで距離を稼ぐならこのタイプかなって。乗り上げてーの。道板下ろしてーの。ワイヤー外してーの。また津波警報。初期設定の災害発生間隔を変更し忘れたから、後でワールド再生成だな。上陸シーンの。貴重な揚陸艦の出産シーン。何言ってんだ。コンテナサイズ車両を積み込んでーの。こんな車両もあったっすね。全然使わないのよね。だからここぞとばかりに使うんすね。固定シーンの。離岸シーンの。揚陸試験完了っと。実用性のほどは？ビーチングは問題ないかな。でも、ビーチングできる海岸って少ないっすよね。それを言ったら、ビーチングすること自体がねえ。自分で作っておいて存在価値を否定するんすか。まあ、こいつには実用性を求めてないから。ぶっちゃけ、無難に性のための実験台なのよ。実用性のある輸送船はすでにあるしな。スワス輸送船っすか。過去に一度紹介したっきりだったっすね。48ノットのコンテナ輸送用高速艇だが、コンテナ輸送自体しなくなったからな。形状も似てるっすよね。サイズは全然よ。コンテナ積むにしても、サイズとして2つ、重量としては1つが限度かな。まあ、さっきも言ったけど実用性は求めてないから。この船と同じ規模のブナーン2世の動力とか検討するための船よ。エンジンとか動力とか燃費とかな。ちなみにブナーンとは、まだ斜めパーツが45度のやつしかない頃に主力として作られた中型船。その後に作られたヤヤワヤバンヤ型などは大きすぎるから、ブナーンの後継としてブナーン2世を作ろうってわけ。ほえー。そんなわけで、中型艦のパワー選定として中型、大型のエンジンを比べたり、スクリュープロペラとフルイドジェットを比較したりと、各種試験をこの船体で繰り返しているわけだ。それはいいんすけど、なんで津波に突っ込んでんすか。転用装置の実験だな。インスタビライザーの数と効果の検証。沈んでるっすけど。ストア物理の津波は道の力場に支配されているからな。魚数領域並みに理解できない挙動する。謎のローリング。おちゃん。さらに追加でローリング。タスケクターがしっかり固定されているのも謎っすよね。上位のマグネットパワー。そろそろ姿勢を戻そうか。アシストモーター起動、エンジン再始動準備。補助動力で前進、インスタビライザーアクティブ。エンジン再始動っと。やっとインスタビライザーだけだと心もとないな。前進しないと効果が出ないっすもんね。まあ、実験データは得られたわけだ。このデータを元にブナーン2世を作る。作った。サクッと完成。いや、まだ試作段階なんだけどな。今回試験したんじゃないんすか。いや、設計全然違うから参考程度にしかならんかった。結局、揚陸艦を作って遊んだだけっすか。まあ、ともあれだ。次回はブナーン2世を紹介だ。どうなることやら。